包括連携協定の締結式が今日県庁で行われ、熊谷知事と歴史民族博物館の西谷に勝る館長が協定書にサインしました。県におりますと歴史民族博物館は2011年に県立中央博物館と協定を結び展示研究面ですでに連携していますが、今回の協定で連携の範囲が広がります。 県立博物館と歴史民族博物館が互いの魅力を国内外に発信したり同時期に同じテーマで企画展を開催したりすることなどを想定しているということです協定の意義について西谷館長は研究機関でもある歴博は研究成果を博物館で市民に還元していく役割があるまずは 千葉県ととといいう地域の中で愛され成果を広げていく必要があると思ったた説明しましま熊谷知事は歴博の存在を多くの人に知ってもらい地域活性化を果たしていきたいと述べ県民だけでなく観光などで県外から来た人たちにも歴史民俗博物館の周知を働きかけていく意向を示しました。